はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。前回死体を探したけどありませんでしたので、もう諦めて帰ってきてます。今もうすぐお家があるはずです、多分。もうすぐのはず。何？ You are experience heat heat 暑いよって。ちょっと待って、喉乾いてるじゃん。暑いよっつって喉乾いてんじゃん。ちょっと待ってね。それはオーバーヒートだろうな。ちょっとこれ水に浸かっての、これ飲んで、で厚着してるんで脱ぎましょう。これだよ、これ。靴も暑いけど、まあいいか。このヘルメットつく、これもね、ポイしてね。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。まあ、あとはどれもいいと思う。いや、まだ喉乾いてる。これ、喉の渇き治らないやつか。お腹壊れる、治る、治らねえな。インフェクションだけだな。水があるから水で、ちょっといっぱい飲んでいくか。さっと帰りましょう。ああ、走るバグ残ってるんだね、まだね。危ない、危ない。走り続ける。ああ、これも家のすぐそばな気がするんで、ちょっと漁っていこうか。何今の重さ。ちょっと大丈夫でしょう。すんげえゾンビがいっぱい湧いてる気がするけど。何捨てる、何捨てる、何捨てる。これかな。ああ、すんげえゾンビ湧いてる気がするからやめた。帰りましょう。今は帰るのが先決です。火薬の材料があったら拾うかなぐらいで帰ります。一休みしたいです。ああ、引いてしまった。今のゾンビは申し訳ない。回収もしないのに引いてしまった。鏡っけお願い。お願いとかじゃなくて、あさってあったわ。うちのすぐそばです、これ。そしたら。引っかかったし。うちのすぐそばですよ、これはきっと。何？また暑いって言ってるわ。わかったわかった。暑いから、暑いから大丈夫。鉄装備すぐ作ってあげるから。入れ。入らねえ。あ、入れるだろう。はい、入った。入ったけど回収できねえ。一周してこれ。うわ、通れねえこっち。結局ダメかい。もうダメだ、おりゃ。なんか捨てるかも。あ、取れたやん。ラッキー。ラッキー。ビューン。ちょっとオーバーラン、オーバーラン。よいしょい。はい、わかるわかる。なんか飲めって言われた。怒られた。私もたき焚き火の中に美味しいのあるから、美味しいのあるから。ふう、暑かった暑かった。ちょっとこれ入れて、これヘルメットかぶって、バイクの材料とかどうするか。こっちだね。シートとハンドルと、これと、熱いっつってるよ。ちょっと水に濡れてしまえば熱いのもこれからのから。仕方ないな。クーラードリンク、クーラードリンクどうやるんだっけ。ユッカプラント、
全然熱くないじゃん。しまってしまおう。よいしょ。え、何？クーラー効果ないの？デンシティバーニング。あ、燃えてるの解除できるってガッツリ書いてあるんだね。ウォーターもなんだね。じゃあ燃えたら水を飲みましょう。そしたらエフェクトは消えます。いやー、美味しいな、ご飯は。 HP 全然増えないけど美味しいな。よし、お、増えた増えた。火薬ね、どうしようかな。とりあえずアイアンだろ。アイアンをいっぱい作りましょう。まあ50ぐらい作ってしまえば多分足りるでしょう。で、皮とコットンがね、少ないんだよな。アイアン、アイアン、アイアン。こいつら皮だけでいけるね。素晴らしい。アイアンブーツに、アイアングローブに、アイアンアーマーに、あれ、アイアンチェスト。なもんだね。アイアンシーマを。バレットチップとかどうする？ちょっと待って。熱いっつってるわ。ウェア。スクラップ。スクラップがない。アーマースミスのレベル上がったってラッキーじゃん。結構青まで来てるんだね。いい線いってるじゃん。あとはゾンビに殴られて鍛えるだけだな。ヘビーアーマー装備しながら。で、ここだ。あれ、ここだ。なかったー。てるるー。てるるー。あったー。冷蔵庫だったか。俺隠しとこうか。んで、ウェア。ウェア。ちゅうわけで、レシピの9ミリを覚えよう。まず9ミリ覚えよう。これかな？全然レベル上がんねえな。これを47発でも何発でも作ってしまえ。2番だって絶対。こうだって。パラパラーンって。こう。こっち畑が出来上がっちゃってる。あ、待って待って、ね、実験畑があるんですよ。コーンが育つかどうかの。これちょっと気になるよね、みんなね。フレーム、絶対取らないように。こうしましょう。待って、バイク光ってるよね、多分ね。眩しいわ。光ってないし。あー、あったあった。フラッシュライトのせいだ、フラッシュライト。取って。どうしよっかな。回収できるなんてないわな。玉ぐらいか。素晴らしい。あっ、くそ、燃料だ。燃料だいぶ落としてきたわ俺。
そいつはまずいな。俺が落としてきたのは燃料だ。バレルがない。15本だけ、半分だけ置いてったっぽい。燃料を落としてきました。私は大切な大切な燃料を落としてきました。残りは知りません残りは知りませんけど、燃料は落としてきました。やってしまった。よいしょ。スプリットマジか。すんげえ勢いで燃料落としてきたね。そこまで持たなくていいか。100発あれば大抵のゾンビは倒せるだろう。何でこっちこれが入ってるのさ。バンテージね。うん、まあこんなもんかな。水これで飲み物持って水入れとこうか。何がないかと思ったら装備がないっすよ。装備がスチール、ピッケルだけは持ちたいよね。ピッケルとちっちゃいハンマー。ちっちゃいハンマーってどうなんだろうね。ハンマーじゃねえよ。ハンマーじゃねえ。こっちだよ。どんだけ使い勝手がいいのかこのハンマーが。あれ？そっか、俺まだ600じゃねえんだ。あーまあ。まあどうにかなるレベルであるね。確かに確かに、これに比べたら明らか早いよね。ほんと ?71 あ、71は早い。食らわせてるわ。70ぐらいは食らわせてるんで明らかにいいと思います。うん、捨てれないのが不便なところなんだけどね。捨てれないからいっか。これ別に砂もいけるのかな。どうなんだろうね。これゴミ。5本で足りる？練習かなって思うとこ。よし、ちょっと待って、いや、やっぱ日本もとめんどくさい。この何かな。クロスフラグメントどうしよう。包帯男になりたい。インベントリが空いてるんだよな。ウェポンスミスも極めたいしね。ウェポンじゃない、ツールスミス。ツールスミスも極めたいけど、どこかに行きたい気もする。インベントリがすげえ、まだまだあったわ。骨ね、骨ね。そんなのもあったな、骨。ちょっとアーマーレベル上げるか。いいと思います、それも。
で、アーマーレベル上げていきましょう。ということは、つまり私は殴られないといけません。ゾンビに殴られに行こう。殴られに行こう。チール。わお、これでもメディスンスキル上がるんだ。上がるか。まあ隠しといて、あとは薬、まあ、4もいらないか、1でぐらいぐらいで、これも一回入れとくか。一応あ、これ完成品、もしかしてこっち、AK はあれバレル、ちょっと AK のバレル怪しいかもな。俺めっちゃ見落としてるはず。やっぱりちょっと確認しましょう。バレルは次から。あるよまだ。こっちじゃないかな。こっちでもないと思うけど、こっちでいくか。これは惜しみなく使いましょう。ここは。でミイラになろう。よし、決めた。燃料がない。それはちょっと怖いな。燃料がないな。誰かゾンビ来てる？一応見れるんだね、ここでも。階段中でも使えるということで。いないね、ゾンビ。回収するのめんどくさいけど、ちょっとだけやるか。コーンは世界を救うしな。ポテト美味しい。まあいいや。ポテト。うめえ。こううめえ。ゾンビ来てるね。じゃあ後でハンドガンで成敗してあげなきゃ。よし。もうこんだけやればいいだろう。満足でしょう。30個もいる？いらないと思うけどな。1列だけでいいんだけどな。やっちゃったね。諦
結構長かった。いや絶対こっちの中にあるんだよな。なかった。ポテト、1個空いた。よし、オーガーがないと俺のここの拠点進まないんだけど、どうしましょう、どうしましょう。本当に回収するの大変だなこれ。さっきのゾンビの声どこ行ったんだろうね。とりあえず下降りて、下降りるのめんどくさいからこっちでいいやん。いっぱい拾ったよん、入れちゃえ入れちゃえ。ハンドガン、よし、お出かけしましょう。さあどこにいる？絶対いるよね。今声めっちゃしたもんね。いた。なんで？なんで張ってるの？適当な方角行きましょうか。行ってない方向に、ここ目指してみよう。なんかあるかもしれないし、なんもないかもしれないけど。あ、スコップ持ってくればよかったな。スコップ持ってきて掘り返すというのもありだった気がする。宝を、トレジャーハンターやってもよかったかもね。結構、あ、でもそれだったらトレジャーのスキル振らんといけんからめんどくさいな。なんもねー、すんげえすんげえ場所に来たね。何これ、穴？穴じゃねえ、ただの段差だった。すんげえこれ、バイクが壊れないか心配になるわ。ここから降りたらすっげえ。何あの小屋、なんでもね、ただの小屋です。あ、23分経っちゃってるね。じゃあ今回ここら辺で終わりにしましょうか。で次回は、どっか適当にまた走っていきたいと思います。ちょっと新たな方角に向けて何かを探しつつね。ちょっと残念な感じなんで。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画見てください。セシカでした。